何を作ろうかな。おほほ、こいつは立派なもんだ。これならバッチリいい仕事で姫嬢ちゃんの頑張りに応えてやれるぜ。本当ですか？やった！それじゃあ合格ですね。もちのろん、花丸合格よ。んじゃ早速武器調合のやり方を姫嬢ちゃんにも覚えてもらおうか。ざっとこんな感じだな。実際の仕事はもちろん俺がやるけどな。必要な材料と手間賃はそっち持ちで頼むぜ。ふむふむ、なるほど。レシピを買って材料を揃えればもっと強い武器を作ってもらえるんですね。おっといけねえ、忘れるとこだったわ。確かにこの炉は格別にいいもんなんだが、まだ火力が今一つなんだわ。だもんで加工が難しい材料は持ってきてもらってもまだ扱えねえんだ。そこだけ覚えていてくれ。まだ火力足りないんですか？じゃあ今度は火力を上げる方法を教えてください。まあまあ慌てなさんなって。そんないい材料なんてすぐに手に入るような代物じゃねえからな。それにこいつもまずはしっかり鳴らしてやらねえとすぐにお釈迦になっちまう。そうなんですか？結構面倒なんですね。なんだっていいもん作ろうとしたらそういうもんよ。錬金術の勉強だって同じだろ。せっかく姫嬢ちゃんが作ってくれたローダー大事に使って最高の仕事をさせてやりてえじゃないか。ありました。気長に待つことにします。あ、そうしてくれや。炉と一緒でまずは姫嬢ちゃんも武器調合に慣れていくってのも大事なことだぜ。いつでも待ってるからよ。使えそうな素材が手に入ったらじゃんじゃん持ってきてくれよな。こいつでいいか？よ。こいつでいい？よ。こいつでいいか？よ。こいつでいいか？こいつでいいか？よ。ねえねえねえ
めめちゃちゃちゃそうそうそう、そんなに大声出さないで。どうしたの？一体何があったのよ。それがやっと少し収まってきた。だだだだ、それがさ、森でものすごく美味しそうなキノコ、ここ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 キノコ見つけてね、試しにかじってみたら、ラララララ、しびれるぐらい美味しくて、さささささ、これはもう売り出すしかないと思って試しに料理してみたら、ラララララ、本当ににしびれできちゃったの。失敗失敗。どう考えても毒キノコでしょそれ。どうしてそんなもの食べちゃうのよ。新商品の開発は商人の使命だもの。毒キノコくらいでいちいちビビってらんないでしょうが。あなた、そういう問題じゃないと思うけど、キノコはね、確かに美味しいのも多いけど甘く見てると怖いんだよ。おお、久々にメルちゃんのキノコうんちく聞いちゃった。相変わらずキノコにはうるさいね。笑い事じゃないってば。お店にお薬とかないの？なあ、平気平気。死ぬような毒だったらもうとっくに死んじゃってるから。私は本当に心配してるの。ごめんごめん、次からはメルちゃんについてきてもらうようにするから。もうフォーナさんは。それでどのくらい取ってきたの？どこにしまってあるの？カゴいっぱいぐらいかな。どうしてそんなこと聞くの？当たり前でしょ。変なところに置いておいてうっかり商品に混ざっちゃったら大変じゃない。すぐに捨てなきゃ。捨てる？ダメダメ、そんなの大事な商品なんだから。商品って毒キノコだよ、食べられないんだよ。わってないな、メルちゃん。人間に食べさせるだけが使い道じゃないよ。例えば牧場の周りに撒いておいて家畜を狙う魔物よけにするとかさ、視点を変えるのよ、視点を。物の見方をぐるっと変えたところに新しい商売のチャンスありってね。商人は転んでもただでは起きない。たくましいっていうか、なんていうか。とにかくもう動けるのね。なんともないのね。まだちょっとピリピリするけど、うん、もう平気かな。さあ気を取り直してバリバリ働こう。心配だな。後でルーフェスに頼んで町のみんながこのキノコを食べないように知らせてもらわなきゃ。いらっしゃい。どれを。それじゃあまた来てね。
作ろうかな。何を作ろうかな。ふふーん、簡単簡単。何を作る。
し、始めて。わあ、新しい特性ができちゃったよ。何を作ろうかな。私も行ったことない場所が多いから案内してね。はい、二人でアールズを大冒険しちゃいましょう。
らっしゃい。よっしゃ、ドイツを作れば。こいつでいいんだな。よし。ほらよ、できたぜ。いっ。できたぜ。姫嬢ちゃん専用にチューンアップした一品の完成よ。名付けて開拓民の杖。開拓民の杖ですか。なんか変な名前っていうか、あんまり強そうじゃない気が。そうか。この国にいる開拓民全員を代表して姫嬢ちゃんがいるわけだろ。その姫嬢ちゃんが振るうにはぴったりの名前だと思うんだけどよ。開拓民全員を代表してですか。そう言われると誇らしいっていうか、ちょっとくすぐったいですけど。現金だなおい。しかしよ、今さらこんなこと聞くのもなんだが、なんでお姫様が自分で開拓なんかしてんだ。本当は錬金術だけ勉強したかったのに、成り行きって言いますか。成り行きね。まあその成り行きのおかげでいろいろ経験して錬金術としても一発になれたんだ。その立派な錬金術師さんが使う杖としちゃ、こいつはかなりのものだと思うぜ。なんせ姫嬢ちゃんの師匠の嬢ちゃんの杖も、そのまた師匠の嬢ちゃんの杖も、みんな俺がこしらえたんだからな。そっか、トトリ先生の杖もハゲルさんが。そう言われるとすごく納得できます。おう、一人前の錬金術師さんになった姫嬢ちゃんへの祝いの品だと思ってくれ。大事にしてくれよな。一人前ですか。まだまだこれからですけど、嬉しいです。大事に使わせてもらいますね。それじゃあ、
よし、かかってきなさい。外さないよ。さあ、余裕で私の勝ち。遅い奴らだな。やっ、外さないよ。くらえ。余裕だったな。修行の成果が出たみたいだな。これは姫様。了解。かしこまりました。それで、では。大丈夫なの？まだ入れられそう？うん、採取したり買い物したりするとあっという間にいっぱいになっちゃって。ああ、そのカゴもう限界じゃない？物が溢れそうになってるよ。そうかも。最近仕事に必要なものが増えてきたし。転んだりでもしたら中の物が台無しよ。そうだ、ちょっと待ってて。じゃーん、大きなカゴを作るレシピ。これあげるから作ってみなよ。え、いいの？いいのいいの。いつもごひいきにしてもらってるし、私はもう十分大きな入れ物持ってるし。大きなカゴを手に入れたメルちゃんが今まで以上にうちで買い物してくれたら私はそれで幸せだし。ありがとう、フアナさん。帰ったら早速調合してみるね。
気づいてないぞ。今のうち。さっさと始めようぜ。確かに魔物がどこからでもやってきそうだね。あそこ壊れた建物があるよ。あそこを中心に砦を作れば良さそうだね。よし、張り切って調査しよう。成果が出たみたいだな。気づいてないぞ。今のうち。よし、それ。私だって飛んでけ。余裕だったな。
遅い奴らだな。せーの、えい。私だって。任せとけ。そうね。くらえ。遅い奴らだな。せーの、えい。私だって。任せとけ。これで貫く。修行の成果が出たみたいだな。遅い奴らだな。これでも食らえ。私だって。任せとけ。遅い奴らだな。よし、それ。私だって。任せとけ。ガラ空きだぜ。気をつけて。
任せとけ。修行の成果が出たみたいだな。これで一通りの課題は終わったかな。しばらくしたら変わるはずだから、後でまた来てみよう。それじゃあ。気づいてないわ。今のうち。これでも食らえ。そうで。まずいな。手こずっちまったな。よし、レベルアップ。それじゃあ。